い物しちゃってね。取りに行ってたら着替えの時間ギリギリになってしまいました。でも、リン君こそどうしたの？あ
束してください。ちゃんと学園には行ってくださいね。こういう時のリンク、自分よりも他の人のこと優先するから。時間に、それもお一人で登校だなんて、どうかされたんですか？それは、新しい遊びの一種かい？縛られてましょうね。いや、ちょっと待ってみないかい。俺様はするのは大好きだけど、されるのは。大丈夫、痛みもすぐに喜びに変わるから。世界が見えるかもしれない。
じゃあまあ今日はこれで終わりだ。誰とは言わんが若干一名、お姫様のことが気になって仕方ないとはいえ気をつけて帰れよ。それで事故でも起こしたらあのお姫様自殺でもしかねないからな。Thank you.
の方に電話で連絡をもらっていたらしくって。熱で倒れてしまって動けないから、自分の代わりに晩ご飯の支度だけでもお願いできませんかって。お父さんはお酒とおつまみ用意して準備万端とか言ってたんだけど、さすがにそれはと思って。迷惑じゃなかったら私が作っちゃっていいかな。かえちゃんほどうまくは無理だけど。お母さんたちも手伝ってくれるけど、基本は私がやってるの。花嫁修行だって。私のうちお母さん3人いるから。知らなかった？深海って一夫多妻制なんだよ。もちろん生みの親は一人だけどね。でも他の2人のお母さんも私のこと可愛がってくれて。私は3人とも大好きだから、お母さんも3人区別なし。まあ産んでくれたお母さんはちょっと変わった境遇ではあるんだけどね。お母さん自身に何かあるわけじゃないんだけど、まあいろいろと。このあたりはまだ秘密ということで。というわけで、はい、最後の料理が完成しました。牛肉とナスの味噌炒め。リンくん、お皿出してもらっていいかな。ございます。
ちが美味しい？リン君とカエちゃんの関係に近づくぞ。やっぱりずっと一緒にいるっていうのは最大の強みだもんね。それじゃあカエちゃんには悪いけど、私たちにもまだチャンスはあるってことでいいのかな。それじゃ、お邪魔しました。いえいえ、私もリン君に美味しいって言ってもらえて大満足ですから。あ、病人用のおじやも作っておいたから、カエちゃんに食べさせてあげてね。時間体制でお待ちしてます。それじゃ、おやすみなさい。カエちゃんの様子しっかり見てあげてね。
ちょっと。